レグザ 55X3。 東芝は世界で初めてグラスレス 3D 搭載4倍画素 QFHD モデルを商品化しました。4倍画素 QFHD パネル、その画素数はそれまでのフル HD パネルの4倍もの、およそ829万画素。圧倒的な情報量を要するパネルが未だかつてない微細な映像世界を切り開きます。 QFHD 超解像技術、4倍画素 QFHD パネルの能力を最大限に生かす東芝の超解像技術、レグザエンジン C ボディを駆使して実現した QFHD 超解像技術の働きでかつてない映像美を作り上げます。従来の超解像技術にカラーテクスチャー復元を加えた5つの超解像技術を駆使、デジタル放送やブルーレイディスクなどのフル HD の元映像をより高精細な映像描写で QFHD パネル上に再現するために複数の超解像処理を実施。これまでのフル HD パネルでは表現しきれなかった詳細なテクスチャーまでも映し出すことを可能にしました。そして大画面グラスレス 3D、圧倒的処理能力のレグザエンジン C ボディオの多視差変換技術と新型レンチキュラーシートにより大画面グラスレス 3D を実現しました。物体からあらゆる方向へ発する光を忠実に再現するために光線の軌跡を制御するインテグラルイメージング方式で旧視差もの映像を生成、脳の中で立体感を認識させ 3D メガネなしでの視聴を実現します。しかもレグザに新搭載した顔検出カメラによりテレビの前にいる人の顔を検出、人の位置に合わせて最適な 3D 映像を再現するフェイストラッキング機能を搭載、地域を移動しリアリティある 3D 映像視聴を可能にしました。さらに 2D と 3D の切り替えを可能にした新型パネルの採用により世界で初めて4倍画素 QFHD の 2D 映像とグラスレス 3D 映像の切り替えを可能にしました。レグザ 55X3 グラスレス 3D 搭載4倍画素 QFHD モデル、レグザ史上最も美しいテレビの誕生です。アナログ放送からハイチュー放送へ時代が急激に変化しています。 4K2K 時代はもうそこまで来ています。東芝はレグザ 55X3 により本格的な 4K 映像コンテンツへの入り口を開きます。そしてまたノート